今日はですね、ちょっと今調理器具を買いに行ってきました。その紹介をねちょっとしたいと思います。私の料理動画の中で登場するであろうものを買ってきました。こちら2品が、100円均一100均ですね、計量スプーンです。これが大さじの1/2、これ小さじの1/2。なんか かわいくないですかね。今後ね料理の中で使いたいなと思います。そしてこちらが下の青い方、これが大さじ1杯で、上の方が、小さじ1杯の計量スプーンですね。ミルクパン型で、こちらがスキレット型。なかなか動画の中で使えるかなと思って買ってきました。はい、次。私の動画なかなかねお鍋をねなかったんですよ、いいのが。それで雪平鍋をなんと3種類まとめて買ってきました。こんな感じ。これがね18センチ雪平鍋と、これが20センチかな。いろいろとね用途は使い分けて、料理は使っていくので、まあこういう3種類できればね、本当は26センチの雪平鍋とかね、出汁を取るのに28センチとかも欲しいんですけど、まあちょっとちっちゃめで、これが18、20だね。これが22だね。22センチの雪平鍋、新品です。今後ね、この3点お鍋料理作る時に使っていこうかなと思っております。また動画の中で出てきたら、あ、これかと思っていただければいいかな。で、最近ね大きなフライパンがねちょっと焦げついてきて、まあ、フライパンも正直言うとテフロン加工のやつだと、食材でいう賞味期限みたいなのがあって、どんどんね、買い替えていった方が、フライパンは料理とかね作ってると、ほんとフライパン一つとかね焼き加減変わってきちゃうんで、変えていった方がいいですよ。これがね28センチ、私28センチが一番好きなのかな。こういう深い形、こういう深い感じだと、煮物とかもね本当は使えるので、で今まで、お鍋がね大きいのとね32センチしかないのかな。あと28センチの寸胴鍋、なかなかそういうのはね撮影に使いづらいので、使ってなかったんですけど、今後この雪平鍋とこういうお鍋ね、フライパンで、このフライパンはここにねちょっと見にくいんですけど、メモリがここについてて、見えるかな、ちょっと見えるね、まあ、どれだけの分量のねあの水分が入ってるかって分かるようになってるので、ね、これで計量もしやすいですね。こんな感じかな。一応今回この1234566点を購入してきました。まあ、今後ね私の動画の中でどんどん使っていこうかなと思っております。またね今後、キッチン用品とかね買ったらまたご紹介していきますので、またね動画の中で、あ、使ってると思っていただければ結構です。で、今後ね料理のこういう道具の使い方とかお手入れ方法とか、そういうのもね少しずつ動画に撮っていこうかなとは思っております。ただねなかなか作るのでいっぱいいっぱいで、そういう余分な時間がないので、今後やっていこうかなとは思います。短い動画で申し訳ございません、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またねー。